久保さん、いやー年取ってもいいですね、元気で。まあ、これは気持ちのせいかもしれないですけどね。うん、でもまあ、実際落ちるっちゃ落ちてますからね。やっぱ20代の時の体と60代、50代は多分ちょっと違うと思うんですよ。うん、やっぱトレーニングしてても、やっぱ、 じゃあ、80、90でもまたか体が上がるのかっていうと、やっぱ、まあ、限界はあるじゃないですか。どう考えても、あの、老化は進んでると思うんで。まあね、50代、60代だったら、その、え、50代ですかみたいな。さっきインスタ見てたんですけど、50代ですみたいな。で、女性の方で全然普通に綺麗な人で、50代ですみたいな。50代かみたいなね。すげえなみたいな。見てたんですけど。まあでも、さすがに90とかだったら、わかるじゃないですか。 多分ね、まあ、まあまあまあ50607080、うん、とかだったらまたこれがまた変わるんじゃないかなと体も変わるし考え方も変,え変わっていくっていう,うんだから今やれることはやっぱやるしかないですねいってらっしゃい